阪神ヒン馬ステークスは日本中央競馬会が阪神競馬場で施行する中央競馬の重賞競争である。競馬番組表での名称は産経スポーツハイ阪神ヒン馬ステークスと表記している。産経スポーツは産業経済新聞社が発行するスポーツ紙、同社より寄贈賞の提供を受けている。聖賞は産経スポーツ賞。歳以上の馬による。 阪神頻馬特別の名称で1958年に創設された重症競争で2001年より現名称に変更された。創設以来12月の試行が定着していたが2006年より4月に変更。同年に新設されたビクトリアマイルの前哨戦として位置づけられ4歳以上の頻馬限定戦となった。 1984年のグレード制導入に伴い、G e に格付けされ、品波重症路線が整備された1994年より GII に格上げ。思考距離は創設当初1800メートルだったが、幾度かの変更を経て1968年から2000メートル、1996年から1600メートル、2006年から1400メートルに変更されたが、 2016年より距離が1600メートルに延長された。1994年より外国産馬が出走可能になり、1996年からは地方競馬所属馬も出走可能になった。試行時期が4月に変更された2006年より外国馬も出走可能な国際競争に指定された。以下の内容は2021年現在のもの。出走資格。 サケ系4歳以上品馬負担重量、別定ビクトリアマイルのステップ競争に指定されており、地方競馬所属馬は、ビクトリアマイルの出走候補馬に優先出走が認められている。また、地方競馬所属馬は、本競争で2着以内の成績を収めた馬に、ビクトリアマイルの優先出走権が与えられる。 2021年の1着賞金は5500万円で、以下2着2200万円、3着1400万円、4着830万円、5着550万円。優勝馬のバレーは2000年以前も現行表記に揃えている。競争名は第43回まで、阪神牝馬特別、第44回以降は阪神牝馬ステークス。各回競争結果の出展。 ありがとうございます。